三度藤田のことですけど、ですね、まあ、これあのこれ鉛筆デッサンなんで、まあ、本来の藤田の世界というのはキャンバスに油の世界ですね。でこの描いた技法については非常にこうまだ謎に包まれてて、で何しろ乳白色の、絵柄でもってあの世界を、まあ、設計したんですけど、まあ、乳白色の絵肌にあの細い、おそらく面相筆という細い筆でですね線を引いて、その、まあ、ある種日本的なものと西洋的なものをどう結びつけるか、つまり自分の個性をどう出すかということについて、まあ、不信したんですけども、まあ、今でもね修復するのに研究必要なんで、いろんな研究者の方が研究するわけです。で、非常に個性のある絵っていうのはやっぱり必ずその人独自のその技法っていうのはあると思いますね。誰にしても、だからそのあたりでのその感覚っていうのも増えたら自分の世界をまあ作ったということが言えるでしょうね。で、まあ、まあ非常に欲しい作家ですので、ぜひ、何か、お持ちのものなどありましたらお知らせください。よろしくお願いします。